第6試合はいよいよタイトルマッチです。 JWP 認定タッグ選手権試合、まずはチャンピオンラス課長ラス三田下田チームです。三田選手、今日はね JWP から今度は福岡コマンドボリショイというチームですけれども、どう戦いましょう。今日はもうピアハートだかピアハードだかにもう付き合わないで、もうさっさと勝負を決めたいと思います。はい、下田選手、ちょっと山本代表に対してすごい疑問なんですけど、まあ、別に誰が出てくると関係ないけど、なんていうんですか、福岡とボリショイで私たちに勝てると思ってると思ったら大間違いだっていうことを今日は試合で示したいと思います。短期決戦でという感じですね。まあ、強いラス、課長ラスが見れそうな、そんな予感ですけれども、頑張ってください。青コーナー挑戦者チームです。コマンドボリショイ、福岡光のタッグですけれども、コマンド選手。まずはコンディションどうですかね。ちょっとした怪我はあるんですけど、全然大丈夫です。なんとか JWP のベルトをね、自分のところに持って帰りたいっていう気はあるでしょ。はい。身長差はありますけど、私たちみたいなタイプは、やりにくいと思うんで、その隙をついて必ず勝ちます。福岡選手、もう、この JWP タッグ、奪還に向けて2回目ですか。挑戦はね、今日はどう戦いましょう。コマンドとは私 JWP の中で一番タッグでは気が合うんで、そういう意味では自信があるんで、タッグチームとして、だから今日は思い切り頑張って取りたいです。どのあたりを追ってチャンピオンチームを崩していこうとか考えてますか。前みたいに深く考えすぎないで、今日はもうちょっとこうリラックスして、あまり気負いすぎないで、その方がいいかなってファイトできそうですね。頑張ってくださいね。続きまして赤コーナーより選手権チーム三田悦子下田美馬組の入場です。JWP に認定タッグ選手権試合、お下がりください。王者組ラス課長ラス、これどちらが突っかけていったんですか。福岡コマンドですね。はい、さあベルトシュー、なんとしてもお気をつけください。 JWP タッグコマンドのベルト、今戦ったに譲っている JWP としては、まあこれは手段を選ばずということなんでしょう。ラス課長ラスさんがもうまだまだそうですね、コスチューム着たままですからね、はい、でまあ、そうかよって感じで、素敵な演技をね、そう見たってこのぐらいに自信をつけてるんですね、今ね。試合開始いたします。試合開始いたします。楽しいですからね、今の歌。まあそっちがそう来るならというね、今表情でしたよね。おっと、いきなり裏カンナですが、重そうだね。さあカウント2で、もうほんと福岡選手太ったでしょ。太りましたね、かなりウェイトアップしましたよね。ああ今度は逆に目には目を、場外戦ではね、やはりこのラスカチョーラスの方が1枚も2枚も上でしょう。やはり先制の奇襲攻撃はやる蛇となってしまったのか。 JWP アタック、今コマンドが花道で、そして今本部席で福岡が机に叩きつけられています。本部と椅子に、さあ今下田とコマンドの方は、あ今下田がリング内、いち早く戻ってきました。ラス課長ラス一転してね、独壇場という状態になってしまいましたけれども、 JWP タッグ選手権試合60分一本勝負であります。さあやっと試合の方がリング内展開されようというところ、下田と福岡、まあこの福岡にしてもこのタッグの挑戦2度目ですから、はい、
まあいい加減次はねもう持って帰らないと自分ところのねマットにも帰ってくれないぞというね、まあ、それぐらいのプレッシャーあるんじゃないですか、はい、さあその福岡を容赦なく攻め立てていくラスカチョーラス三田そして下田であります。得意の貼り付け系な顔面顔面、いやーこのブーイングを糧にするというのはまさにこのことか。おっと角度の危ない危ない、ワイルドライバーすごいんじゃないですか日本は、はい、まあ、やはりねこのタッグの押しての完成度、まあどれをとってもちょっとあの挑戦者チーム、まあ、王者チームの方がやはり意地の層がありますよね。あの前回 JWP が、はい、全日本の全日本女子のリングでもってコーラケでしたね。オクツキャンディーオクツーとキャンディーでしたね。送り込んできましたけど、はい、今回はコマンドボイス、それがどういう別の効果をもたらすのか、はいはい、ちょ興味ありますね。そうですね。まあ試合前ちょっと山本さんにお伺いしたんですけれども、はい、まあ、やはり鍵を握るのはコマンドであろうと。そうでしょう ね、まあコマンドがどういう動きで、はい、まあ今日はブルショーキッドでなくコマンドで来てますから、はい、そうですね、まあシリアスな展開になるんでしょうけれども、下田と三田の倍3倍動くでしょうね、はい、まあそれそうなんか逆にそれぐらい動かないとね、これはもう始めありませんから、まあ、当然対策のハンディもあるわけであります。まあ、今のところはこの福岡がちょっと捕まっている状態だ。おっとニュートラルコーナーから和田山エビで返して三田をホールしたがカウント2 DDT 重量感ある DDT でしたけども、うん、コマンドに注目してみましょう、はいはい、さあまずは2プラトンで何があるんでしょう。ダブルキックだ。うわ体が違う三田とコマンド、うわ違う。まあこのボリショイはまあ背丈にしてこれアサリとほとんど変わりませんから。なるほど。もうね見たとはこれはあまりにも。なんとこれこそ最近と比べてですね。さあしかし果敢に攻めていくこのコマンド。いいですね今のあのなんて顔なんか見たがね。まあその顔を見て今度はコマンドがね後頭部をグイグイ顔見たかどうか知りませんけど、うん、後ろ向きですからでもそういう雰囲気を感じたじゃないですか。だからつま先で押してるじゃないですか、はい、おっと逆にこの辺りすごい。いやいやいや今もう手のひらで頭完全に持ち上がりそうなねバカ野郎っつとこじゃないですか。こんなイメージでしたけどもさあ担いで2階から豪快に落としていきました三田悦子。今度はラスカチョーラスの2プラトン、まあ、やはり常にこの試合の主導権というのはラスカチョーラスが握っていくような、まあ、そんな展開がちょっと、ね、予想されますけれどもこれまで、まあ、しかしこの JWP タッグとしてはそれではちょっと勝機は見出せません。おっとこのコマンドの鼻を掴んでこの辺りの、はい、下田らしい攻撃であります。さあロープに振って、おこれはトリッキーなプレーから膝へのスライディングキックね、はいはい、そういう感じになってくるんじゃないですか、うん、なかなか今のね非常にトリッキーな攻撃効果がだいぶありましたね。いやそれにしても福岡敵地のリングとはいえ人気ありますよね。おっと背中にキック、そしてノーテンエルボーとしてスリーパー、おっと脇固めか、強引に持っていきました。脇固めしかしロープブレイク、うん、この辺りは流れるような動き、どうやら青コーナー釘付けか先ほどのお返しとばかりにコマンドが今顔に一発蹴りを入れていきました。おっと今度は下田を張り付け系か、何があるんだ何があるんだ、キックか、張り手だ張り手、逆水平今度はキック
の力ですね、やっぱり、はい、何をするのかなと思ったんですけど、ね、おっと、裏投げか、まあ、コマンドの得意技の一つ、裏投げを、あのアンボンバー系じゃないですか、はい、狙っていこうというところ、うわ、ここで万事であります。何かちょこんとね背中の上に乗ったようなそんな感じになりましたけれども、まんじ固めちょっと形が崩れたがカウント1、さあここでちょっと下田がローンバトルか、青コーナー釘付けのままと、まあね、このペースを取り戻すときにはいつもこのきっかけとなるのがランニングネックブリーカードロップなんですけれども、下田得意技の一つであります。まあ、スピード飛距離十分のネックブリーカードロップで、さあ今度は三田ブレイジングチャップか、ブレイジングチャップはきつそうですよね、これこれも見せ場ですね、このトンプ、うわ痛い、強烈であります。もう何かあの天竜チョップにもね引き締するような、本当に三田選手ってミスムーブが全くなくなったですね。はい、南さんはあのこの2冠になってからもね、はい、ラスカチョーラス、このタッグとしてはどういう風に見てますか。やっぱり自信がついたんじゃないでしょうか、2人とも、うん、なんか今まではリングに上がってもやっぱ北斗晶がいないとダメな2人だったのが、うん、2人でも十分通用できる、うん、なってますよ、なってますよね、もうなんかもう気力がもう伝わってくるような感じなんですよね。なるほど、今のねコマンドのキックをこう手でピッピッと払うような、ね、タッグチームらしいタッグチームでもありますよ ね、え気持ちいいですよ、そういう人、はい、おっとこれはスピードのある側転で、数ある選手の中にこういうタッグの人が ね一つ目立つっていうのはすごいいいことだと思うんですけど、はい、昔はいろんな何々ペアって無理していっぱい組んだけど、はい、この人たちって最終的にこれが一番いいというか、ええ、うん、おっとミサイルキック、これは強烈だ、2人いないと1組じゃないとそのぐらいね、ええ、でもあのチーム力っていうのがありますから、やっぱり、はい、普通のシングルの人が2人で組んだのと違ってやっぱオリジナルいっぱい持ってるじゃないですか。そうですね、やっぱりタックリーグはかえって強いかもしれない、強いですね、はい、チームらしいチームってあんまりないですね、まあ、唯一その常にタックを組んでるのはこの2人ですかね、ラスカチョーラスの2人ってことになりますよね、はい、タックリーグザベスト、下田をおっとコマンドもこの辺りはなかなかコマンドらしいファイトであります。あーそうか、三田選手とか あの島田選手ですね、ひときわけばいですもんね。おっと今度はロープに振ろうというところ、あキック一発で返してしまった、これでまた高知逆転って感じですもんね、はい、本当にこの体格差というのはもういかんともしがたい感じがしますけれども、これはうまかったですね、はい、おっとコマンドと福岡がどういった、あっおっとラーケーブラーナー、コマンドボリチョイのラーケーブラーナー、福岡は今度はプランチャー、すごい綺麗だった、完璧に2人の胸板を捉えたコマンドのラーケブラーダ、そしてプランチャー、太ってて もう綺麗に飛びましたね、飛びましたね、さあ JWP タッグ、ここはチャンスであります、ここはチャンスであります、さあコマンドのムーンサルト、あちょっとこれはね早かったかなっていう気もしますね、はい、あーっと抱え上げて危ない、おうまい、うまかった、これはトリッキーに首をうまくフックして丸め込んだがカウント2、あのフォール取れる可能性十分にありますよね、あの裏カンラのね、首のフックは完璧でしたね今ね、やっぱりコマンドボールショーポイントでしたね、はい、おっとおっと何でしょうか何でしょうか、雪崩式トップロープからのブレンバスター、コマンダーブライトカウント2、ラスカチョーラスが2人がかりで今度はこれまたいつの間にかね形勢が逆転しているんですよね、うん、先ほどの場外へのプランチャー、そしてケブラーダで
ペースを掴んだかに見えたこの JWP タッグですけれども、あっという間に形勢はラスカ、超ラスカ。ここで福岡、でもあの JWP チームあんまりダブルの攻撃ってありませんね。そうですね。んーと今の側転援護を蹴りで落とされちゃったっていうか、はい、ええ、あ、しかしニュートラルコーナー失敗にめげずに福岡が何でしょうかな。アガレスキパワースラム、ね、危ないぞ。なだれ式のパワースラム、これも福岡の得意技の一つだったんですけれども、カウントを引き抜くタイガードライバーに行こうというところ。しかしこの辺りはタックの息がぴったりと合っているこのラス、カチョーラス、クロスラインをうまくかわして、おっとコマンドが小さな体で2人をなぎ倒していった。今のはいいですね、はい、さあこのタイガードライバー、これはどうか。カウント2であります。ボディスラム、こちら向きですと、これはボディープレスか、フライングボディープレスは膝の剣山、もう何か下田の方はこう目をランランと輝かせて待っていたというね、そんな感じでしたけれども、おっと今度はローリングクレイドルか、ちょっと位置がちょっとポジションが悪かったから強引に持っていきました。ローリングクレイドル、ちょうど青コーナーの角のところをリステのローリングクレイドルであります。平行感覚を失っているのか、ちょっと三田が苦しそうな表情を見せました。コマンドが青コーナー、おっと飛びつきのお腹の中、カウントどうか。素晴らしかったですね今のは。いやいや、トップロープから飛びついての、これはもうコマンドならでは。いや、そうですね、はい、ああいうワンチャンスはあるんでしょうね。そうですね。しかし惜しくもカウント 2.5 ぐらいで返されてしまった。相手が大きいですもんね、やっぱり。今度は福岡と三田ラリアットをかわして、この辺りはラスカチョラス、やっぱりね息が合っています。あ、運の呼吸とはこのことか。んラスカチョラスオリジナルの独壇場か、スワン式のダイブであります。ちょっとね、スワン式ダイブ、トップロープの上に立つときにね、はいはい、あれ綺麗だと本当に美しいんですけど、今度は三田だ、三田がトップ、うわすごい、あのスピード感ゼロというか、はい、あの面白いトペですよね三田選手の。もうスーッといってね、体当たりなんでしょうね。 3人ぐらいもう一気に投げ倒しちゃいますよね、はい、ノーザンライトスープレックス、綺麗なブリッジだ。この技好きでずっと前から使ってますよね、はい、三田のスープレックスってのはあの描く子が大きいですからね、ダイナミックですよね、はい、今度は2人がかりでバリアットをかわしてジャーマン、ちょっとブリッジは崩れたか、カウント2。どうしたんでしょう、投げっぱなし系だったんですか、それとも、まあブリッジが崩れたんでそのまま強引に抑え込んでいったような形ですよね。なるほど、はい、ボディスラムから、さあ福岡18番か、こちらではコマンドもボディスラムでダブルのムーンサルトプレスか、ムーンサルトプレス、これは素晴らしく綺麗に決まったが、カウントどうか、オフライン、おっとおっと、ラスカトラスチャンピオンチームは、ああ、ラスカトラスチーム、本当に狙ってましたよね、いやいや、これは予想外の展開といっては失礼ですけれども、あわやタイトルダッシュかとい一瞬でありました、これは何があるのか、どういうことですか、これ、なだれ式の、なだれ式の、ああ、すごい、すごい角度で、のどは、裏投げですね、今ね、なだれ式、裏投げ、危ない。いやー今のはピンチでしたね、ヒヤリとさせられました、ラスカチョーラス、ピンチらしいピンチという感じがしました。ちょっと険しい表情を見せました今下田美馬、攻め込まれているチャンピオンチーム。いや今の合体技はちょっと何がしたかったのかよく分かんなかったんですけれども、スンデのところで下田がかわしていった。さあ福岡がちょっと時間これかかりすぎか、ラリアットをうまくかわしてジャーマン、高速ジャーマンスープレックス、カウント2。そうですね、ちょっと一連の動きややスピードもたつきがありましたね、はい、うん、JWP としてはね今一気に来たかったんですけれども、うわダブルショップ、下田が元が来てましたね、気がつくと下田がこの赤コーナーに仁王立ちしているんですけれども、
このボディープレスはうまく返していきました。あ、タイガースープレックスの体勢をうまく切り返していって丸め込んだ。カウントは福岡が今モンドリ打って青コーナー、そしてコーナーからのダイブは見透かされていた。このコマンドニュートラルコーナー抱え上げて、抱え上げての肩車から落としていってフライングボディープレス、飛距離十分、リング中央、カウントどうか。うん、タッチの差で今福岡がリング中央飛び込んでまいりました。そろそろラスカチョーラスフィニッシュかというそんな様相を呈してきていますけれども、 JWP タッグ、そうは問屋が下ろさないという意地を見せてほしい。あっと危ない危ない、レスレイクドライブの体勢、レスレイクドライブ、あー危ない、あっ、おっと、これは今どうなったんでしょうか。うーん、今ねコーナーを蹴ったのかな、コマンドが。怖いですね。いやいや、今ちょっと危なかったですよね。あー、ジャーマン、軽々とジャーマン、コマンド危うし、カウント 2.8。 さあ、そろそろ終わらせてやろうというアピールでしょうか。タイガースプレックス、コマンドパンチ急スカー、強いですね今の、ショーダーみたいに、はい、本当に、うん、まあちょっとねヒヤッとしたところもありましたけれども、まあ割ってみればこれは完勝と言っていいでしょうね。スタミナがすごく残ってるじゃないですか、はい、コマンド選手にしてみればちょっと相手が重かったかなというような感じがしますね。やはり、まあ、抱え上げるだけでもものすごい力が必要になりますんで、まあそういう意味ではコマンドもねスタミナを消耗してしまったんでしょう。さあ、そして注目の山本代表が今ね、見事大座越えに成功いたしました三谷敏郎代表両選手に JWP 山本代表より認定賞の授与でございます。さあ、ちょっと注目ですよこれは。何かハプニングが。認定賞、下田美馬、三田悦子殿、あなた方は川崎市体育館で行われた JWP 認定タッグ選手権試合で見事勝利を収められました。ここに認定賞とチャンピオンベルトを贈り、その栄誉を称えます。平成6年10月9日 JWP 女子プレス代表取締役山本正俊。山本代表、認定賞を贈ります。山本代表、あんた このメンバーでねベルト取る気あんのかよ。本当にあんのか、こんな相手でうちらからベルトが取れんのか。お前は あと山本代表、今度の防衛戦までにはなベルト新しく作っとけよ。防衛おめでとうございます。まあでも一言だけ言わせてもらいますと、ちょっと化粧が濃いんじゃないですか。山本代表起きて破りの一言でありましたけれども、今、いやでもそばで見て本当にそう思ったじゃないですか。いやいや、まあ大きな汗だというか、山本代表ももうこれは本当に手段を選ばという感じですね。惜しかったですよ、すごく。いやいやいや、目立っちゃいますね。もう今ね山本代表そそくさと引き上げていきましたけれども、まあね、試合の方はやはり大分チームラスカチョーラスが順当の防衛ということになりました。見事王座防衛しましたラスカチョーラスの三田下田チームです。ちょっとまず最初に山本代表に、なんかベルトがちょっとかわいそうなんで作り直していただけたらもっと価値も上がるんじゃないかなと思って一応アピールしてみました。なるほど、今日かわいそうというのはなんかちょっとね、ちょっと、うん、ちょっとでもいいんじゃないですか、素敵なベルトで。はい、山本大変です。
そうですね、自分たちは別にベルトがどうのこうのっていうあれじゃないんで、今日はもう本当にあの対抗戦とかね、そういうのを意識せずに、まあ他団体から来てくれたんだから、それをまあ受けて、まあ、そういう試合内容でっていうふうに思っていたんですけど、まあ、向こうはベルトが取りたいからかもしれないですけどね、ちょっともうちょっと代表とよく話してどうやったらベルトを取れるかとか、まあ、メンバー的に俺のあれ連れてこいと。そうですね、今日の相手については戦った印象というのは前線の印象とどうでした？なんか試合前の新人とのスパーリングって感じ、あの福岡はすごいこの間の悔しさがあるからかもしれないあれなんですけど、ボリショイはやってくるんですけど、やっぱ体がないからキックも思いっきり、あの子自身は思いっきり入れてるかもしれないけど、あのあんまりガンとかないとか、まあ、いずれにしても、まあ、終わってみれば完勝というかね、余裕の勝利だったような気がしますけれども、まあ、これからも二冠タッグとして、まあ、防衛数重ねていってください。おめでとうございました。